からジョニーです。今日もみんなの足に気をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、というわけで今回ですね、東京足立区、竹の塚にありますメガラーメンさんにやってまいりました。今回ですね、このメガラーメンのなんかチャレンジメニューがあるらしくて、激辛ラーメンに挑戦していきたいかなと思います。今回はですね、なんかね、ピリ辛ラーメンっていうラーメンで、それはね、辛さレベルが全部で5段階、選べるということで、今回ね、そのマックスのものを挑戦していきたいと思います。で、一応ね、これ完食すると次回餃子が無料になる、クーポン券と、あとなんか名前が店内に入らされるということで、やっていきます。で、なんか一応ね、スープまで全部、完食するとその得点が受けれるそうなんで、楽しみですね。ということで、いつものようにね、行った人の感想を見ていきましょう。激辛ラーメン、大辛、アットメガラーメン、完食。美味しいけど湯気で涙と鼻水が止まらないほどの刺激の強さ。次からゴーグル持参しよう。まあね、こういろんな方から食べられていますけども、まあちょっとね、食べてみないとわからないということで、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで早速中入ってきたんですけども、こちらメニュー表を見ますと、一応ね、まあ味噌ラーメンが結構ね、人気でして、一応ね、味噌に関してはね、この甘味噌と白味噌をこうブレンドして、このそこにスープをかけているそうです。そしてこちらありました、ピリ辛ラーメンということで、当店人気商品おすすめということで、一応ね、下からちょい辛、普通辛、中辛、大辛、激辛ということで、これ全部で5段階のこう辛さになるんですけれども、なんとね、ちょっとね、詳しく聞いたところによる、ちょっと裏メニュー的な感じで、今回ね、特別にこの激辛の、2倍、さらにこの2倍という機能に、挑戦させていただくことになりました。で、一応ね、話を聞いたところによると、まずね、この大辛までは普通の、なんか唐辛子を使ってるんですけども、大辛以降はね、ちょっと隠し新ソースを加えていくそうで、ちょっと辛い以降はね、ちょっと未知の料理になります。いただきます。さあ、ピリ辛ラーメン、ピリ辛2倍、お手並み拝見せんか。よし、さあ、これは楽しみですね。一口食べばかり、これは強力だ。ちょっとね、あの餃子をいただいたので、これ餃子も一緒に。醤油ベースで、作っていくと思うんですけど、パンチがいますね。
激辛ラーメンは感激した砂漠に一つのオアシスを発見した。この地獄のような辛みを癒してくれ。ちょっとマイルドにやりましたね、この砂漠。しかし、これは辛いね、結構。激辛マックス2倍のこの地獄のスープは何しろこの激辛マックスに切り寄せてくれ。辛いね。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう、メガラーメンさんのピリ辛ラーメン激辛マックス2倍辛さレベル7.5 です。はい、なんてことです。いやーね、韓国産を溶かして、プラス辛味成分を、抽出したね、このカプサイシンエキス入りということで、いやーやっぱね、本当に辛い。ほんのちょっとの量でもこう辛みを出したのカプサイシンエキスはね、本当に破壊力抜群でございます。しかしね、この醤油ベースのスープ、そしてチャーシューが香ばしく徐々に、シャキシャキ食感のネギがね、うまく合わさって、美味しかったかなと思います。こちら、見事ね、次回餃子店ゲットということで、で一応、これね、名前貼り出されているので、ぜひ見ましょう。一応ね、7月は初ですね。7月初は初め、一人目になりましたから。そうね、これ、ね、食べ終わった後に、やっぱこのお腹にバーッとこう、やっぱカプサイシンの周りが来る。場合によってね、ちょっとお腹に来るの、普通に見舞われるかもしれないとね。まあ、挑戦される際は、牛乳とか、ヨーグルトをあらかじめね、お腹に入れて、調整する方がいいかなと思います。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログは、Twitter 等が更新してますので、チェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。